15日楽天、広島、楽天モバイルパーク宮城、楽天の守護神、た本隆弘投手、33、が、子供の教育格差の解消に取り組んでいる公益社団法人、チャンスフォーチルドレン、を通じて、15組30人の家族を本拠地、楽天モバイルパーク宮城に招待した。 の本は2019年シーズンから経済的な理由により学校外教育を十分に受けられない子供や家族を支援する活動を続けている同法人への寄付を行っているほか、昨期からは球場への招待を行っている。先発から抑えに転向した今期は1登板につき5万円を寄付しており、チームが勝つために子供たちの力になるために玉込めて腕を振りたい、と意気込む。 この日は試合前の練習を見学した家族とスタンドで対面。握手を交わすなどの交流を行った右腕は今後の活躍に向けた気持ちを新たにしていた。